おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ760です。はい、今回はですね、前回紹介したこちらセントクロスマイスの方のサジタリアスクロスギャラクシアンウォーズバージョンのオブジェ形態、こちらの方の組み立てをしました。で、なぜこちらをね、前回やったかと言いますと、動画の公開日、本日、2016年11月28日、こちらはですね、私の誕生日ということで、私、伊手座なので、伊手座関係のものを紹介するという形です。で、多分ね、前の時も、そのまた前の時もですね、多分伊手座関係のものをやったと思いますので、今回もと。で、一応、オブジェの組み立てと、装着状態。で、ちょうどね、次とその次が、2016年の、まあ、投資企画みたいな感じでね、各月末にはセントクロスマイス EX のゴールドクロスのやつを紹介しようっていう企画と被っている関係で、1日早くこちらのね、オブジェ形態を組みました。ということで、今回は、こちらをね、バラして装着状態の方の紹介をいきたいんですが、その前に、今回つけるね、素体の部分が、今回、というか今まで紹介した中で初紹介になるサード素体っていうやつなんですよね。今まで、このマイスシリーズで紹介した素体っていうのが、最初でもないな、に紹介した新生ブロンズの聖夜と、と、一期の時に紹介したファーストしか紹介してないはずなんですよね。なので、サードっていうのが初なので、素体の紹介としては、ちょっとね、やっておかないといけないなということで、サード素体の方の紹介したいと思います。一応それがこちら、じゃんと。こちらが、サード素体と呼ばれている素体。ちょっとね、真っ黒すぎてね、関節がどうのとか、ちょっと見えづらいっていうか、分かりにくい部分もちょっとあると思いますけど、一応、素体的にはこんな感じ。まあ、身長。これは基本的に変わらないですね。ちょっと変わるっていうか、大きさが違うのが、セントクロスマイスの中でも3人だけだったかな、大きいのが。タウラス・アルデバランってやつと、ベア・ゲキってやつ。そして、トール。アスガルド編ってやつに出てくるトールってやつね。この3体が確かね、大型素体なはずなんですよ。で、最初に言ったアルデバラン、あとゲキ。この二つよりも確かね、トールっていうのがね、確かでかかったような記憶があるんですよね。ちょっとこれ持ってないんですよ。ちなみにこの三つとももうね、もうっていうか、三つとも持ってないんで、比較の仕様がないんですけどね。はい。一応この三体がでかいんですけど、今回紹介するこれ。これは標準的な大きさとなってます。で、基本的な作りは一緒なんですけど、ちょっとね、真っ黒すぎて分かりづらいと思うんですけど、まあ、ぐるり回すとこんな感じ。まあ、素体は素体ですね。セントクロスマイス EX シリーズの素体に比べると、まあ、ボディが細すぎるとかそういうのがないんで、非常に人間っていうかね、普通に近いかなっていう感じがしますね。一応、頭部の可動、まあ、一応こちらの方、まあ、顔は一応造形ありますけど、首の部分、こちらにね、二重関節っていうか、これ、ボール状にダブルボールになってるんで、ここでぐるぐる動かせる。あと、首元も、ここの部分でね、こうやって動くこともできますし、あと、肩のこの辺がやっぱり違うんですよね。ここの部分に、関節隠しのパーツが1個入ってて、ここで一応ぐるり。確かね、ジョイントっていうか、軸は斜めに入ってるはずなんですね。こう真横ではなく、ボディのね、内部の斜めに入るような感じでブスッと入ってるんで、ちょっと可動が独特なんですよね。で、ここでロールすることができるのと、この水平方向への跳ね上げ。あと、二重関節採用によるこういう可動。あと、手首ですね。手首の部分が、ここにジョイントがこうやって入ってるんで、こういう風に調整することができると。はい。一応、まあ、左右同じ。で、ボディ、この腹部ですね。ここのところにある、この上下で、ここのラインの可動と、ここのラインの下の可動でつるんだけど、ちょっと下が狭め。で、上も動くっちゃ動くんだけど、個体かなによって非常に硬い場合と、非常に緩い場合があります。緩い場合は、ここの胸のプレートね、ここ実はこうやってね、バチって外れるんですよ。で、ここにあるビスを外してあげて、中を調整してあげると。で、これ、抜いてあげると、ここにね、T 字のパーツが入ってるんで、そのジョイントをかわすように、この腹部のパーツを上にスポンって抜くと、
腰のこの内側にビスが2個あるんですよね。それを緩めてあげると腹部をバラせます。ただちょっとこれ自己責任になるかな。でバラしてあげるとジョイント自体がむき出しになるので、そこでボンドとかね、木工ボンドとかなんか塗ってちょっときつくするようなね、加工というか処理をしてあげるとちょっと調整しやすくなるかなと。であんまりにもきついようだったら、シリコンスプレーとかね、それを塗ってあげればちょっと緩くなるかなという感じです。で次足ですね。またこれ見づらいんですけど、ここの部分に関節入ってるんで、ここで前後と5がやっぱり後ろがやっぱ厳しいですね。で左右で、ここでロールすることができて二重関節、あと足首ここに可動が入ってて、こういう風に動かすことができて、つま先が動くと。だから基本的な、可動はあまり大きくは違わないです。ただしこれね、二重関節っていうか関節自体がそんなにね、パッと見で露出しすぎてて見づらいとかね、あ、見づらいんじゃないな、見えすぎてて非常に気になるとかね、そういうのがなく、かなり良くなってるという感じですね。これだけ見ると、うん、本当の素体感は出てるんでね、どれだけ動くかっていうのが分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけど、今回紹介してるのがちょっとね、全部が真っ黒すぎて非常に見づらいと思うんで、またね、サード素体を使用した何かを、ね、紹介した時、その時にまた合わせてちょっと紹介したいと思います。はい、一応こちらが素体で、この素体の方に、まあ、後ろのやつをバラしてつけていくんですけど、それ以外に、一気の表示トップパーツですね、こちら、これを今ついてる黒いやつの代わりにつけてあげて、マスクをつけると、マスクの目から一気の目ですね、この一気の目が覗くという感じです。一応それ用の頭部パーツ、あと手首が一応2種類、こちらの、まあ、大体今のセイントクロスマイス EX の方は手の甲だけプラパーツになってますけど、でそれ以外は塗りの部分が全部塗りになっているこの手首パーツと、こちら全部金メッキ仕様になってる手首パーツ、こちらがあります。これがあるので、向こうのねあれと組み替えてあげると、組み替えるというか、あのクロスをつけた状態でも手首だけ塗りのやつで浮くっていうことがないっていうね、そういう手首が1個ある。それが一応左右でグーしかないんですよね。グーしかないので、矢を構えるときはあちらの後ろにあるオブジェフレームの方から手首パーツを確か持ってきてつけることができたんじゃなかったかな。そうすると矢を構えた状態にできるはずなんだけど、それもちょっと後でちょっと試してみたいと思います。なので、まず後ろのオブジェフレームから、まずフレームじゃないクロスを全部バラして、まあいつもの通り配置プラス、前回余剰品とねなってたこの足パーツ、これも使うんで、これもちょっと準備してパーツ一式、全部準備したいと思います。はい、パーツの準備完了しました。いつもと同じですね。真ん中の方にとりあえずこの辺にボディとかのパーツを固めて、一応こっちが右、こっちが左かなになるようにしてます。で一応一機の頭部がここにあって、矢だねで弓が一応3種類、これがオブジェ形態の時に使ってた開いてるやつで、こちらが、閉じてる状態なんですけど、こっちが閉じてるやつ固定、こっちが開いた状態にもできる可動式になってます。ただこの閉じてるやつと同じような長さになってるんで、開いた状態にするとこれよりも短くなるんで、見た目重視のために閉じてるやつ開いてるやつを使いたくない人はこれでいいと思います。ただこれに比べると短いんで、うーんっていう感じはするかもしれないです。あとこの手首ですね、これが先ほどお見せしたグー、まあ塗装の方とメッキの方で、もう一個ここにあるやつはオブジェフレームの方から持ってきてます。なので矢だね矢を構えることはできるんですけど、ちょっとね試した感じとしては、ちょっと手首がねそんなにきつくなかったんで、ちょっとね緩いかなっていう感じがする。ただつけれそうだったんで、まあできると思います。ただ説明書の方にはね載ってないんですよね、これをつけて矢を構えることができますみたいなのは特に載ってないんで、まあ自己責任かなと。まあ個体によってはこれが非常にきつくて、こっちの素体の手首痛める可能性があるんで、これはちょっとね、ちょっとやってみて、まあハマるようだったらやってみようみたいな、そんな感じでしょうかね。はい、一応説明書の方としてはこちらですね。今回の工程はこんな感じです。まあ頭つけたりとかこういう感じでつけますよって感じ。
で、お見せしてなかったですけど、これが説明書の裏側。これがクロス。っていうか、こう、オブジェ形態。これが装着状態。で、当時のラインナップだね。一応こんな感じ。てか、もうこれほとんど全部揃ってるね。上の方も、あと一人かな。一機は出てない頃かな。はい。ここに、初期ブロンズの方のやつが、シリウまでしかないんで、ここで本当はね、一機がいるんで、それが乗ってれば完璧かな。まだ紹介してないゴッドクロスシリーズもいるんで、ほぼ完璧に網羅してるような感じだと思います。はい。ということで、これからね、取り付けの方行きたいと思います。まずは、こちらのね、いつもの素体。こちらの方から、まあ、ここを引っこう、抜くと。これは基本的に一緒ですね。で、引っこ抜いて、この太もも部分に、はい、太もものアーマーを差し込んで、で、いつもと同じですね。EX ではもうやってますけど、膝アーマーつける前に、ここをつけると。これは基本的に一緒です。で、その際、これと、ここに、先ほど並べたやつの中でちょっと見慣れないパーツがあります。これ、オブジェフレームの方に最初からついてるやつ。なので、このパーツも忘れずに外します。で、外したやつと、これを合体させて、これで初めて、脚部のパーツになります。これがね。はい。で、これ、装着状態からまた、オブジェ形態に戻すときに、これをまた外して、オブジェフレームの方に戻さなきゃいけないんです。あと、箱に収納するときも同じですね。なので、こちらの取り外し、忘れないようにした方がいいと思います。はい。そして、これ、準備できたら、ここに差し込みますと。で、これね、微妙にね、こう、入る形があるんですよね。これで今軽く入りますけど、そうすると、正面のここのラインからひねった状態になっちゃうんで、これがちゃんとね、同一ラインになるような感じでちゃんと入れてあげます。で、これが入ったら、足首の方を入れるんですけど、これ結構硬かったりするんで、ギュッと握った感じで、ドンと。はい、これで入りました。一応これで入りましたね。で、今までの、他のね、EX の方のゴールドクロスとかね、その辺も全部含めなんですけど、大体この辺からのラインってここも全部金色だったりするんですね。基本的に同じような色で流れてくるんですけど、今回はこの足首部分、これも別パーツでこうやってあるんで、ここだけ真っ黒。で、このかかとのカバーの部分外してあげて、こいつをここにこう履かせると。そして、裏回って、ここのね、先ほどちょっと外してしまったこのパーツ、これを元に戻すと。はい、こんな感じですね。これで入りました。で、やっぱりね、これ、なんていうの、ガチガチにクロス切るっていうのはほとんどガッチリ装備しちゃう感じなんで、多少やっぱりね、足首の可動とかが狭くなる感じがありますね。今までの EX シリーズだとやっぱりクロスがこの辺に入ってきて足首だけ基本的にほとんど触らないんで可動はよく動いたんですけど、今回はクロスの関係でね、こう全体的にまとってるようなイメージなんで、足首というか足もこうついちゃうと。なので余計可動がね狭くなっちゃう。で、最後にここつけるんですけど、手首取り付けたり、あと残りのこっち当たりするときに、まあ、衝撃で外れるんで最後にしてます。はい、ということで右、これも同じ工程なんでささっとやっちゃいたいと思います。はい、両足を行ったのがこの状態。こっちですね。右足つけたらこうなりました。で、今までのやつって、もともとの素体の足の裏のやつで支えるんで、安定感がちょっと悪い部分はありました。ただ、こんだけね、足の底が厚いんで、ボン、簡単に立つっていうね。ただやっぱりちょっとポーズ取らせて片足立ちとかなんかちょっとやっちゃうと多分簡単に倒れちゃうと思いますけど、一応こんな感じで立たせることはできます。はい。で、これからつけていくんですけど、残りね。まず腰をつける前にボディかな。で、ボディパーツはまあ同じですね。オブジェフレームの組み立て見ていただいた方は分かると思いますけど、前後で割って、ここでつける。はい、これだけ。EX だと腹部入れてボディを後ろからつけて前面に回すとか、あと前から回して後ろでこうやるみたいな風にありましたけど、これは完全プラ製なんで前後で挟み込んで終わり。そして、腰ですね。腰のやつも中央部分、こちらをパッと割って開いて、そしてこの後ろのピン、これが腰のところにある穴にはまりますんで、これで差し込んで
閉じますと。はい、これで OK。 でこれできたらフロントのやつをこのようにつけて腰回りはこれで終わりと。基本的にはもうこれほとんど完成ですね。で次腕、腕に行くんですけど、腕はまあいつもの通りですね、こう外して、で二の腕を入れて、で腕を入れると。でこれ、EX の時の組み立てでもやりましたけど、外れるな、ちょっと外しますわ。でこういう風につけて手首を入れる時に、一応こうやってね曲げるってね、90度にこう曲げて、これで支えてあげてから手首を入れると。で一応今回こちら塗りじゃなくてメッキつけたいと思います。でメッキの方も入れるんですけど、これ差し込みがねまだまだ入るみたいですね。もっとグーッとやらないと手首ジョイントが出てこないと。でここまで入れたら、ここで初めて刺すと。はい、こんな感じ、これで入りました。ただうーん結構ねギッチギチ、一番奥まで入れないとダメな感じですね。なので、先ほど見たくあとちょっと手首外して、で二の腕入れて、で腕入れるんですけど、多分このぐらいだったら、この程度しか出てないぐらいだと手首は結構ね奥まってる部分にあるんですね、穴が。なのでこれじゃまだあまり届かないんで、もうちょっとね、もうちょっとギュッと、これぐらいかな、これぐらいまで出せばいいと思います。ただ肘曲げてね、これぐらいにして支えつつこいつを入れてあげると。その方がね、多分安定して入れられると思います。これでこうやって入れると。はい、これで入りました。で先ほどちょっとねボディ二の腕入れてどうのこうのってやった時に結構外れやすかったんでね、ちょっと外してちょっとやりましたけど、一応今までのやつって大体二の腕を入れちゃうとボディが背中から行って前面に回すって先ほども言いましたけど、そのシステムにやると、この二の腕が干渉して入れにくいんですけど、今回ではこれね前後でこれでパチンって入れるだけなんでね、簡単に行うことができるんで、これ後入れでもいいと思います。腕としてはこうなった方がまだいいのかな。こうするとね二の腕干渉しちゃうんで腕ちょっと開き気味になる、ちょっとかっこ悪いですね。はい、一応こんな感じです。で、今この状態じゃ非常に不安定になっちゃうんで、一旦頭部を引っこ抜きまして、でこの中央のやつも取ります。そしてですね、オブジェフレームの組み立ての方を見ていただいた方は分かると思いますけど、オブジェフレームの時は先にこいつをこう入れたんですね。でこのパーツは後ろにこうあったんですけど、今回その逆でこれを入れる前にこの金属のこいつをここに入れると。で一応前後があるんで、この前後も間違えないで入れると。これ多分逆ですね。一応ここの内側の溝の幅もあるんで、ここにこう入れてあげると。はい、でこれできてからこいつを上からかぶせると。はい、こういう風にかぶせてあげると。でこれじゃあしっかりはまらないんで、まあ、はまってはいいんですけどね、簡単に取れちゃうんで、こいつで抜けないように、まあ、ロックすると。胸元っていうか、そこにピンが2本出てるんで、そこで、これを止める感じでつけてある。これで肩アーマーが完成という感じになります。一応こんな形ですね。で、頭部を戻す前に、このリング状のパーツを入れてあげてから、頭部を戻すと。こんな感じですね。で、マスク。こいつをこのトサカですね、このトサカを取って割って後ろから入れて閉じると。であとトサカつければいいんですけど、こうするとこう目元が真っ黒になってますね。はい、こういう付け方と、これ一回ちょっと外しまして、今転がってるこの一気フェイスですね、一気フェイスの方に組み付けると。こう差し込んでここでこうしてあげると。こうすると多分ね見えないと思います。私もね今肉眼で見えないぐらい奥にね一気の目があるんで、はい、一応こういう風にすると奥に一気の目がある方のヘッドを組むことができると。ただパッと見た感じこの状態とあの状態どっちもどっちなんでね、よほどの一気好きはこっちつけると思います。ただそのまま
サジタリアスクロスとして組むんであれば、多分この真っ黒の方でもあんま変わんねえかなっていう感じがしますね。で最後にトサカつけてあげればヘッドはこれで完成と。そして、付属品関係としてまずこのシールドっていうか、これを、まあ、こっちの腕につけると。でここの部分にあるやつをつけなきゃいけないですけど、一応3種類のうち、一応固定にしようかな。固定をここにこうだね、こうつけてあげると。で先ほど言った通り、こちらが固定式、こちらが可動式で、この可動式のやつこういう風に広げてあげると、これですね、これの、可動板、こっちが形状固定型になります。まあ、造形もちょっと違うんでね、こっちの今腕についているこれを本当に広げた感じになるか、これなので弓を構えたりするときには、まあこっちの方が形状的にはいいかなっていう感じがします。でそれも同じくパチンと取ってそのままつけてあげるだけになります。一応そのままつけるとこういう形で、あとは基本的に衝撃があんまりなさそうなんで、膝アーマーね、これをここにぶすり、反対側も同じくここにぶすりと。はい、今ちょっと余計なものを避けちゃって、はい、これが装着状態になります。で基本的にあの説明書の方にもちょっと書いてあったんですけど、素体はこれにつけるようにと、説明書の方にはですね、本商品フィギュアの素体は付属のクロスパーツ専用に設計されております。同シリーズ他商品の、クロスパーツには対応しておりませんと書いてありますけど、多分サード素体はサード素体だと思いますんで、他のもつけることはできると思います。ただこの辺のね、肌が見えてる部分みたいなやつが黒ではなく肌色になる、あとは中の着てるこの辺の足から見えて、足の隙間っていうかね、この辺が見えてるスーツ部分がその人のキャラクターの色になるだけになる感じではありますけど、やっぱり劇中でやっぱり1機しかつけてないんで、このまんまでいいと思います。ちゃんとね、1機ヘッドっていうかね、これもついてきてるんで、再現は全く問題なく行うことができるんで、まあ、このまんまわざわざ別な方ところから素体を持ってきて、まあ、サードですね、サード素体をわざわざ持ってきてそれに着せる必要性がないと思います。これはこれで完成されてるもんだと思うんでいいと思います。で、あとはまあ最終ブロンズの方から一機の髪の毛ありのヘッドを持ってくれば顔が露出した状態にさせることもできると。ただ手首の方がね、どうしてもメッキか塗りのグーしかないんで、こういうね、手平手みたいなやつがついてこないんでね、ちょっとポージング的にはちょっと寂しい感じはありますけど、まあこんな感じにできると。で先ほどちょっと、ね、やった手首ですね、これを外して、これ一応これがフレームの方が持ってきた矢を構える手首ですね。これこうやって入りますね、簡単に入りましたね。っていうぐらいこれ結構ゆるゆるです。であと肘曲げたりして、で肩アーマーがね、これ金属の固定式なんでね、前に構えたりできないんですけど、もうちょっと適当にポーズさえ構えることができればこいつをねつけて、で先ほどつけたこの形状固定のやつじゃなくこいつをつけたりねして構えることができそうなんだけど、今一つって感じかな。だからこれがもし可動式になってればもうちょっと構えれたと思いますけど、劇中でもね、構えたか構えてないかっていうと記憶にないんですよね。まあ、一応こういう風に弓を持たせることも可能とは可能なんですけど、そこまでかなと。この二の腕のパーツで、ま、なの外してしまえばもっと腕しっかり曲がるんで、もうちょっと構えれる感じはできると思います。ただこうやってね、矢を持った状態みたいな、そういう風にすることはできる。まあこんな感じですかね。一応こちらの方は今現状としては多分ネットショップとか中古ショップ、オークションとかでしかちょっと手に入らないと思いますけど、気になった方はちょっとね、入手してみるのもいいと思いますけど、特に、ブラック4って言われてる、ブラックペガサス、ブラックスワンなんでね、ブラックキグナスとも言うけど、ブラックスワン、あとブラックドラゴン、あとブラックアンドロメダ、この
4体がまたこれもね魂ウェブ商店だったと思うんですけど、それ持ってる方は多分これ持ってると思います。ただ鎧というかこのクロスの分割方法が劇中とちょっと違うんで、うーんと思ってる方がいると思います。なんで設定通りにしなかったのかなっていう感じがありますね。ここの腹部の部分が別パーツになってるはずなんですけど、それがなってないっていうね、うん、ちょっとね再現度が甘いかなっていう感じはしますけど、オブジェフレーム、あとこちらの着せた状態での完成度は非常に高いと思います。満足はしております。ただ、うん、そこのねここの部分のところの劇中の再現度が、うん、いまいちだったかなっていうのと、フルクロスみたいな感じでがっつり来ちゃってるんで可動がそんなに広くないっていうのも、まあディスプレイモデルみたいな感じで、まあ、飾っておけばいいのかなっていう感じもしました。はい、一応こんな感じで、私の誕生日11月28日ということで射手座関係のものを前回と今回で、紹介したという、サジタリアスクロスギャラクシアンウォーズバージョンでした。はい、一応次回ですね、次回は2016年11月月末ということでセイントクロスマイス EX の、ゴールドセイントのねゴールドクロスの方の紹介を、2回にわたって紹介していきたいと思います。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バーイ。